こんにちは、劇団スカッシュです。さあ、今日はですね、劇団スカッシュの事務所のですね、こちら庭からお届けしております。今日はちょっとですね、ちょっと春の嵐というか、ちょっと朝から風の強い日なんですけれども、今日はそんな日にちょっと今までずっと気になってたことをマジかやんのそれ思います。カメラさんちょっとここを見てください。ここにですねカメラに向かってカメラって誰もついてない。分かった。やる。ここにですねこちらですね丸いサークル状のものあると思います。引っ越しの動画の時に達也さんの方からここは井戸の跡ではなくなんか池を前住んでた方が埋めたみたいな方に言われてたんですけど、果たして本当にそうなのか。マジ俺怖いよケンちゃん。まあこの見てくださいカメラさん、ちょっとここ怖いよ。貝殻とかもあったりするんですよこの身は。謎じゃないですか。謎だから今日はちょっとここを軽く掘り返してみようかなというふうに。怖いよ。じゃあ早速、こちらの方をちょっとずつ掘っていこうというふうに思います。すごいよな。早速なんか出てきたじゃん。クワ何これ。なんか仕留めたわけじゃないよね。それで砂利なんだ。なんかね埋めちゃってるっぽいね。もうこれは何でしょう。水のあれでしょうか。今日これ雨だからでしょうか。ちょっと水が出てきましたね。このなんか毛布的なのがちょっとあったりするんですけど、玄関マットですね。これ玄関マット。なんかそれ動物の皮じゃないの？なんか動物の皮だな。もうそしたらさ、これら辺全部抜いちゃっていいっつってたから俺抜いちゃうわ。これもこの杭？抜いちゃう。抜ける？ケンちゃんそこは夏はプールにしようってそういうこと。いやちょっとねここにビニールシートを敷いて、なんか釣り堀じゃないけど、なんか水溜めてみたいなと思ってるんだよね。いいね。なんかケンちゃん水めっちゃすごくない？これ多分ゆうやさんこれ予想なんですけどこのコンクリの縁あるじゃないですか、ここ水多分流すための穴なんですよ、ってことはこれある程度のところでコンクリが下になってると思うんですよね。なってると思う。一番下がコンクリになってる。そうだから水はけがはけないようになってる。だから昨日降った雨がこうやって溜まっちゃうような設計になってんじゃないかと思うんですよね。結構かもしれないよね。いやもうここでカンちゃんです。止まりました。ここでカンちゃんです。それなら掘り返せるかもね。なんでこんな風の強い日にやってるんですか。雰囲気が出るから。怖い雰囲気すごい出てるんですよ。達也さんもその動き早くやめてもらえませんか。ちょっと怖いんでね。抜けた。抜けました。抜けた。すげえ。ケンちゃんさんには完全にここのゴミ増えたな。いいね。結構汚れちゃうから浄化します。結構な量あるんだな。ちょうどよかったじゃない。昨日雨降ったから。そう抜くにはここだけちょっとこんもりしてんのはなんでなの。これだ。それ怖いんですよ。さすがです。それ怖い話なんでやめてください。順調に進んでおります。次はこっちも取ります。さあお願いいたします。前川さんが非常に頑張っておりますが、なぜヘルメットをしているのかが僕は何が起こるか分かんないんで今日はまあなりかえができている。上から網戸降ってくるかもしれないんで。嫌だな。すごい量の砂利が出てきました。おっ、4本とも抜きましたね。あ、抜けた。すごい広くなったんじゃないですか。ちょっと見てみましょうか。動画だと分かりづらいかもしれないけど、我々の体感的には随分と広くなって、そこにも池ができていいですね。おっ、こちらももう間もなく、私は部屋の中から撮っております。雨が降ってきたので、なぜこんな悪天候の中電車を持っているのか。池の全貌が見えましたね。見えてきました。皆さんにはもう泥沼にしかない今日はここまでですかね。今日雨降りなんで、今日はここまでにさせていただいて、はい、次回ここにちょっと綺麗な水を引き込んでみると、池がちゃんと池として機能するのかどうか、その間多分晴れた日も間出てくると思うんで、そうなったらここのヘドロ的なものをさらえると思う。それをさらっといた上で、次はちょっと水をためて、池としてこれがやっていけるのかどうかで、池としてこれやっていけないなーって我々が思うようであれば、またちょっと埋めさせてもらう形になるかもしれませんけど、ちょっとその辺を次回は見ていきたいなというふうに思います。でもさ、すっげえ綺麗にしたらさ、露天風呂になるんじゃないですか。 100% なるよ。すごいな。うん、お湯入れりゃね。お湯をホースで入れればすごい入ってみたら